スノーキーこと小手川ゆきやです。週末恒例来週の戦略についてお話ししていきたいと思いますが、その前にですね、お知らせ告知を入れさせてください。まず、オフ会いよいよ来週の土曜日です。お申し込みいただいた方に詳細メールを送らせていただきました。確認しましたのご返信メールがない場合、キャンセル扱いとなり、当日はご参加できませんので必ずご返信お願いします。で、本日もう一度メールを送らせていただきましたので、迷惑メールボックスも含めてご確認をお願いします。で、もしも都合が悪くなった場合は、都合が悪くなったので参加できませんっていう旨のメールいただきたいと思います。確認しましたもう何も、ご返信メールがない場合、これから第2回第3回とやっていこうと思うんですけども、そちらへのご参加もできなくなりますので、何かしらのご返信メールをお願いいたします。はい。で、個人投資家からのね、有識者会議への意見募集が、18日の夕方までです。はい。私たちの反対の声っていうのはきっと無駄にはなりません。動画概要欄に私はこんなメールを送りますっていうことを、URL 貼ってますので、まあ、よければそちらを参考に、ぜひ、私たち投資家の声を、金融庁に届けましょう。ということで、まず私の保有ポジション、米ドル円ロング、ニュージーランドル円ロング、そして財布トークンという、まあ、仮想通貨のようなものです。はい。で、日経225、冷やしチャートなんですけども、はい、株価の方ですね。まあこちら、まあ綺麗な上昇トレンドで、上がっていって、そしてまたここでピョコンと陽線、週末261円高ですか。いやー、羨ましいですね。はい。株価と為替連動することが多くって、株価が上昇するとまあ円安に動くことが多い。ただまあ米ドル円のちょうどチャートをご覧いただくんですけども、ちょっと物足りないかなと、はい、いうとこですね。はい。で、ビットコインですね。ちょっとまあ仮想通貨に関する情報っていうのが最近まああまり収集できてないとか、まあそんな大きな材料出ていなくって、仮想通貨サイトの方の更新も、まああまり頻繁になって更新できていないんですけども、まあ先週気になったのが、山本一郎氏の、ビットフライヤーに対する意味深なツイートです。はい。まあ、もうビットフライヤーっていう名前を出していたので、で、まあちょっとこの間も、話してたんですけども、まあ他の大手っていうところは結構行政処分とかっていうのを、まあ今受けてるんですけども、ビットフライヤーに関しては、多分、はい、ないと思うんです、今まで。なかったと思うんですよ。で、まあこの意味深な発言とかツイートの、まあ、はい、意味するところは何かなっていうところはちょっと気になりますね、来週以降、はい。で、ここからやっと為替に入るんですけども、まあ、米ドル円冷やしチャートですね。やっと、まあ、ここらの安値から上に上がっていって、ただ110円タッチすると下がっちゃうんですよね。で、これ形だけ見ると、ダブルトップなので、まあ、ここはちょっとショートを入れたいところで、まあ、ただ金曜日ね、まあ、結構踏ん張ってくれたなと。はい。まあ、ポジション持ってなかったらショートなんですけども、ポジション持ってるんで、ポジショントークということで、まあ、レンジで、何がきっかけで上なんですけども、その何がきっかけっていうのが、まあ、ちょっと、まあ、難しいかなと。ただ、とはいえ、下に行っても、そんなに下に行くかっていうところもあるんですけどね。はい。で、ユーロ円ですね。まあ、こちらはちょっと結構すごい勢いでドドドッと下がって、で、また反転を、始めました。まあこれもね、結局は前回安値あたりでの反転なので、まあそういう風な考えができていれば、まあ、まあこれ結果論ですけども、まあ逆張りね、ロングで、はい、まあちょっとは抜けたのかなとは思いますけども。はい。続きまして、ポンド円ですね。こちらもダダダッと下げた後、まあ横ばい。なんか珍しい動きで、ここで一応止まるのかどうか、一応ね、まあこのサプレジの付近なので、はい。ということで、次、ユーロドルですね。ユーロドルは、まあ、やっぱり、一方向に動き出したら怖いなっていうのが、まあ、はっきり出た、まあ、最近のこの動きなんですけども。で、スタート下げていって、まあ、ちょっと中途半端なところで反転しているなっていうところで、まあ、このまま、また何事もなかったのように戻っていくのか、それとももう一段、やっぱり心当たりまで、下げるのかとか、まあ、そのあたりですね。はい。まあ、ちょっと位置が中途半端だなっていうところですね。で、A ポンドドルもまあ、同様に、まあ、ちょっと変なところで止まって、そしてこっちはまあ、反転じゃなくて横ばいになってるんですけども、まあ、これも上に上がっていくのか、まあ、これ難しい形してますね。はい。で、5ドル円ですね。まあ、今、リピート系で、どの通貨ペア動かすんだっていう、
動かすかって、もし今から新規でやるとすると、私今一番やりたいのが5ドル円のロングなんですけども、まあまあもうこのあたりはもういいのかなと、はい、そろそろ上にまあ行ってほしいですし、まあ別にまあこのあたりをやっている分にはリピート系だったらいいんでね。はい。で、続きまして、ニュージーランドル円ですね。まあ、こちらはちょっとやっぱり、下げが結構きついので、まあ、含み損も今、膨らんでいます。で、まあ、結構不安な点はですね、まあ、5ドル円っていうのはよく似た動きをしていて、下に抜けたんですよ。で、まあ、ニュージーランドル円はそんな下抜けっていうところまで行ってなかったんで、それを、後を追いかける形でやるのであれば、ちょっと怖いかなと。で、ただ、対米ドルでニュージーランドドルを見るとかなりの安値圏に来ているので、まあそろそろまあ反転しだしてもおかしくないのかなと。そうなってくると、連動してこっちも、はい、ちょっと戻していくと、いいんですけどね。はい。で、トルコリラ円ですね。まあこちらもまた雲行きが怪しくなってきて、で、まあブログの方で多分書いたことがあるんですけども、 SBIFX トレードさんのメールっていうのが、まあ、前に届いて、あと、たまに臨時配信みたいな感じでメール来るんですよ。そこでちょっとトルコリラのことについて書いていたんですけども、まあ、やっぱりまあ、ファンダメンタルズ的な要素が、大きいのかなと、この下げには。あとまあ、対米ドルでもね、見ておかないといけないので、まあ、市場最安値とかを更新し続けるときっていうのは、ちょっとやっぱり逆張りは結構怖いのかなと思いますね。なんかツイッターとか見ていると、まあ、損切りしたっていう、そういうツイートなんかもちょっと見かけましたので、はい。で、来週の私が思う重要指標などなんですけども、特に重要と思うものはありません。で、まあ、米朝首脳会談に関してももう日程決まって、あれが材料になって動くっていうことはちょっともうあまりないのかなと。で、まあ、逆に言うと、まあ、言い悪い材料ないんであれば、ね、なんでしょう。リスクを取りに行く動きになって、株価もまあ順調にまた上がり出して、為替の方もふわふわっと円安方向に行ってくれるといいなと思うんですけども、まあ何も悪いものが出ない、ことを祈りますね。はい。で、スノーキーの来週の戦略です。まあちょっとね、まあ先週も難しいって言いましたけども、まあ今回も難しいんですよね。まあややがやたらついてるんですけども、米ドル円はレンジからやや強気、まあ、110円を抜けたらなんですけども、まあ、そこどうですかね。はい。で、ユーロ円、A ポンドはやや強気、ゴールド円もやや強気、ニュージーランドル円は、まあ、本当はこれ、まあ、弱気ぐらい結構不安なんですけども、中立から、はい、やや弱気ぐらいにしました。で、ユーロドルと A ポンドドルも、もうややがついて、やや強気ということで、これらはね、あくまでも私の個人的な考えを話しているだけなので、実際の、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、冒頭でお話しましたオフ会の件、そして、金融庁の意見募集の2つのことね、この動画概要欄に、URL を貼っておきますので、よければ、はい、ご覧ください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。